温ン,ンザメソムニアーサスパシフィカスは、ツノザメ目、温ン,ンザメ科に属するサメ。ツノザメ目では、近似種の西温ン,ンザメと並ぶ最大種であり、体長は、オスで440センチメートル、メス430センチメートルが捕獲最大記録となっているが、これまでに深海で推定7メートル以上の巨大な個体が撮影されたことから、 最大全長はさらに大きなものが存在する可能性も否定できない。成熟サイズはメス3.7メートル、有前長397センチメートル以下。体型は流線型で太く重量感がある。体色は黒色がかった灰色。二つの背びれはほぼ同じ大きさでやや後方に位置する。尻びれはない。近縁の深海性ツノザメと違い。 体に比べて、目が小さく、鼻孔血は大きい。口は大きく、上顎の歯は、下顎の歯よりも伸び、下顎の歯は中心を境に左右対称の、ノコギリ状になっている。胸びれや背びれも体の大きさに比べてやや小さい。皮膚は、サメ肌特有のザラザラ感があるが、その体は、深海魚らしく、ぷよぷよとしており、柔らかい。来た。 太平洋の温帯から、寒帯海域、日本、バハカリフォルニアから、ベーリング海にかけて分布。生息水深帯は0から2000メートル付近まで。寒い海域では、海洋表面にも見られるが、暖かい海域では表面には出現せず、もっぱら深海の海底付近で生活する。駿河湾ではしばしば本種が確認され、観察されていることでも有名。肉食性で、 表層から大陸方付近の海底に生息する、動物を捕食する。どん欲で口に入るものは何でも食べ、魚類やイカ、タコなど等足類、甲殻類、海産哺乳類に加え、生物の死骸も食する。サメであることと、体の大きさから、深海生態系の頂点に立つと思われ、人間以外にはほとんど天敵もいない。妊娠メスは確認されていないため繁殖様式は、 不明であるが、おそらく卵黄依存型の体制である。極めて長寿であることが分かっており、成熟するのに、約150年かかると考えられている。近炎種の西雲伝ザメは5メートルになるのに400歳プラスマイナス100歳という分析があるため、当該種も同様であると予測されている。体に寄生性化や種類がよくついている。同じ。 ツノザメ目のダルマザメの攻撃も受けており、ダルマザメに体表を傷つけられた後を見られる場合もある。漁獲された温殿ザメ。餌は動物質のものなら何にでも食らいつく。種々の漁業で混獲されるが、普通は捨てられる。肉は食用には適さないが、肝臓は肝油の原料となる。しかし、深海性であるために漁獲口は低く、大型種とはいえ、 日本では産業的にはそれほど重要種ではない。深海性であるために直接人間と関わることはほとんどない。特に大きさの割に筋肉が少なく泳ぐことが遅いため人を襲うことはない。もちろん体の大きさと食性を鑑み潜在的には危険である可能性もあるが実際のところ浅い海に引き上げられた際には 自長に比して少ない筋肉量により、漁獲されると激しく暴れる旋回の他の大型のサメと比較して、ほとんど暴れることなく漁獲される。深海に住むため、水族館での飼育記録は数えるほどしかない。最初の記録は、アメリカのもので、1988年12月1日に、モントレー湾の水深600メートルの中層トロールで、 採集した約66センチメートルの個体を、モントレーベー水族館が飼育したが、同年12月9日に死亡。日本では1999年4月19日に、函館市南部30キロメートル地点の最大水深68メートルの低地網で捉えられた1.75メートルほどの個体を、魚類学者、中谷和弘が、小樽水族館に寄贈し、 1> 約一週間程度の飼育したものが最初である。この個体は、小樽水族館の予備水槽で飼育を試みられて、いたが、切児した餌を吐き戻し、以降無切児状態が続き4月26日に死亡した。同年5月25日にも定置網に入り網があり、6月7日まで、薄尻町にある研究所で飼育されていたが、継続飼育が難しくなり同様に、 小樽水族館に寄贈された。小樽水族館では6月7日から6月16日まで展示水槽にて飼育を行った。同個体は5日間の無接地状態、輸送時にできた、作家症の悪化など徐々に衰弱し状況改善が難しいと判断されたため放流された。こちらの個体は研究所での飼育期間を含め約3週間飼育された。 2001年に、その飼育例の詳細が論文としてまとめられている。また、2013年の4月27日に、富山県魚津市沈田大沖水深450メートルの、サシソコサシ網で捕獲された個体は、魚津水族館の予備水槽で、同年5月2日まで飼育された。さらに、2015年3月18日に、 静岡県の沼津港深海水族館にて1.7メートルの温電座目が運び込まれ7日間飼育展示された。2019年3月21日には宮城県の仙台海の森水族館に生きた状態で搬入されたが展示されることはなくその日のうちに死亡した。また、同水族館では同年3月27日にも石巻沖で捕獲された。 全長1.2メートルほどの若い別の個体を搬入し3月29日の朝まで展示した。ありがとうございます。